これまで傘を表す言葉リットルとデシリットルを勉強しました。えどれくらいの量になっていたかって言うと1デシリットルが10十個集まる。つまり10デシリットルになると1リットルになったんやね。一リットルっていうのは十デシリットルと同じですよ。そういう関係になっていたんです。 まあでもみんなが実際この牛乳パックとかジュースとか見てるとあんまりこのリットルとかデシリットルって書いてないんですえ何のために勉強してきたのと思うかもしれんけどこのリットルとかデシリットルももちろん使うんやけどこういうふうにお店で売ってるものにはこう書いてあることが多いです見たことないかな ちょっと自分の家の冷蔵庫とかあとお店で売っているものとか給食の牛乳とかを見てみてくださいこう書いているんじゃないかなと思います500なんとか1000何とか実はリットルデシリットルに合わせて3つ目の言葉これで何って読むかっていうとミリリットルっていうのが 出てくるんです。ミリリットルね。えこのミリっていうのはみんな長さの時にミリメートルってやったよね。このミリと一緒です。なのでこれで五百ミリリットル。千ミリリットルで読むんです。書くときにはこれね。棒、山、山。で、まま、リットルは この大ききいリットルをかきましょう。こっちのリットルはお店の商品で簡単にしています簡単に書いていますでもみんなはこの大きいリットルを書きましょうミリリットルこれがまたかさを表す新しい言葉なんですミリリットルっていうのが出てきましたそれじゃあこのミリリットルってどれくらいの大きさになるんでしょう これまで出てきたリットルとかデシリットルと比べてみたいと思います1リットルバーンって大きいよねえちょっと前のやつより大きく書いたんやけどこの一番上まで入れると1リットル牛乳パック1本分やと思ってくださいそしてこっちらには新しく1デシリットルの容器も用意しました それじゃまずこここはおさらいです。この一デシリットルの容器に水をいっぱい入れました一番上まで入れましたこれ一デシリットルやねそれじゃあこの一デシリットルの水をこっちに入れるとこの一リットルの容器ではどこまで入るでしょう いいっぱいにはならへんよね。どこまで入るかっていうと一リットルっていうのは十デシリットルだったので今これメモリ十個あるのでここまでやねメモリ一つ分入るんやねえここになりますこの量が 1L と比べた時の1デシリットルです。え、つまりさっきもちょっと話したけど決まりの1つ目っていうのは 1L は10デシリットルですよっていうふうになってたやね。これが10個集まると 1L と同じになります。1L は10デシリットルになってるんです。それじゃあミリリットルは どれくらいの大きさか、1デシリットルはこちょっとこっちに移したのでなくなりましたよと1ミリリットルはどれくらいかっていうと今これ見えるかな1デシリットルの容器にもメモリが入ってるんやね1 2 3 4 5 6 7 8 9 1個メモリが入っていますそれじゃ ミリリットルどれくらいかっていうとこのメモリ1つ分入れました今 1dL を10個に分けたメモリの1つ分入れましたこれがどれくらいになっているかっていうとここで1 0トルになるんですてことはットルってどれくらいかっていうと ここで十やろなのでこれをさらに十個に分けたこれくらいでねほんのちょっとの量が一ミリリットルになってるんです。一ミリリットルになってるんです。なので一ミリリットルっていうのはすごく少ない量になるんやね。一ミリリットルほんのちょっとの量になっています。 ちょっとこの動画はここで終わりにしてじゃあこの 1ml が集まったらどれくらいの量になるのか d ルや l との関係を次の動画で考えていきましょう。